ようございます。おはようございます。今日はここはどういう場所でしょうか？球場です。野球が好きだからです。このグローブは自分の？私のですと母、父、兄、2匹の猫です。3歳の頃からダンスを始めて、割と小さい時から人前に立つ機会が多くて、根っから明るいと思ってて、それは母とかにも言われて、小さい時から本当に天真爛漫で喜怒哀楽がすごくてって言われて育ってきて楽しい私お兄ちゃんの真似をするのが幼稚園ぐらいの時からめっちゃ好きで、でお兄ちゃんが野球を始めるってなって、お兄ちゃんが入ってたチームの監督にダダをこねて私も入るって、なんか泣き騒いだらしくて、もう男の子に混じって真っ黒で、もう男の子みたいな感じでやってました。私さっき家族構成で言った猫飼ってるって言ったんですけど、その猫が一郎と翔平なんです。それ誰が名付けたの？私です。好きな球団とかあるんですか？巨人です。ジャイアンツが好きです。好きな野球選手とかいるんですか？ウィーラー選手でタオル持ってます。これ前行きますか？プロ野球の東京ドームの観戦に家族で行った時に、チアガールの人たちのダンスを見た時に、直感的にこれになりたいって感じて、もう今でもなんかその感覚は鮮明に覚えてるんですけど、チアダンスを始めたり、アイドルっていうもろそういう職業に興味を持ち始めました。だけどやっぱり野球をやってたので、もう真っ黒で男の子みたいな感じな小学生だったので、アイドルになりたいみたいなことは恥ずかしくて言えなかったです。これもちょっとやってみたいとか、そんなことって何かありますか？一回もやったことなくて、でも小さい時からずっとやりたかったのが、あのボルダリングっていう。ボルダリングやってみますか？やってみたいです。石塚珠樹と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。来ました。で立ってみてもらって、はい、つま先立ち、背伸びする。これで足が痛くなければ大丈夫。大丈夫です。大丈夫。はい、はい、で、このホールドをこれ、誰でも好きに使っていいわけではなく、はい、全部コースが決められているということになります。コースの見方は同じ色と同じ形のテープ、これが貼ってあるホールドだけを使ってのホールドです。はい、これがルールです。はい、はい。でボールも片手でクリアではなく両手で持ってその場にしっかり止まる。これができたらクリア。はい、はい、ここまでいけたらすごい、はい、っていう感じになります。はい、じゃあ黄色目指します。黄色目指して、はい、行ってみますか？行きます。はい、じゃあまた上がってもらって、はい、うん、ここ狙ってよいしょ。はい、じゃあまた足を使いましょう。はい、両手で持てます。はい、はい、じゃあ右足、ここからせーので立ち上がって、今今はい、はい、めっちゃ楽しいです。でも降りるのがちょっと怖い。そう、はい、OK。 ここでレベルを上げるか、隣の壁の8、9行くか。でも目標はあっちに行くことなので、はい、こっちでレベル上げます。こっち行きます。はい、はい、よし、お願いします。はい、両足、右足、はい、左足、右手、はい、右足がスタート、はい、左手、そのまま、頑張れ、あー、負けた、いい、わー、左足、はい、はい、左手、いやー、あー、どうしよう、どうしよう、疲れ、あー、
左足が上がれる。上がれます。はい、両手の元。持てないです。壁に当てる。はい。でここ。クロス無理です。あーできない。できない。悔しいな。でもいけそうです今。負けず嫌いでも良くも悪くも柔道の負けず嫌いです。高校に上がってから将来を考える時間が、まあ、塾とかでもそうだし考える機会が増えて、何になりたいんだろうと思った時にやっぱりアイドル以外あんまり考えられなくて、女性アイドルのグループさんのオーディションを受けては落ちて受けては落ちてを繰り返して、もう私はアイドルは向いてないと思ったので、成績もあんまり上がらなくて、すべてやりたくない時期が来ちゃったんですよ。塾も行きたくないし勉強もしたくないしみたいな、なんか自分はこのままでいいのかとかいろいろ考えて、そしたらその3月にオーディションが開催されます。一番好きなグループは日向坂さんだったんですよ。でもそれを見た時に、あ、運命かもしれないと思って、不安とかはあったんですけど、親もずっと応援してくれてたので、いいよ行ってきなって言って応援してくれました。もうこれでできなかったら本当に諦めます。行きます。左足、はい、右足こっち、はい、はい、左手、はい、右足ね、右足、はい、左足、はい、右手、はい、下ぐっと潜っていく感じで、はい、足踏み替えます。はい、左足、はい、で右手、あー悔しかった。でも楽しかったです。ありがとうございます。お疲れ様。頑張りました。ありがとうございました。本当に楽しかったです。頑張りました。ありがとうございます。最初の方はもう楽しさでやってたんですけど、後半はもう腕が限界を迎えちゃってちょっと思うようにいかなかったんですけど、まあ、これがスタートなのでいつかちょっとゴールを見せられるように頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。ダンスですかね。ダンスをなくしたら何もないんじゃないかってぐらい、どうしてもできなかったところを寝る前に一回確認したり、ここのフォーメーションこうだよねとかを話して、でみんなの意見を置いてけぼりにしちゃって、なんか自分の意見が先走っちゃって、そのみんながどういうことどういうことってなっちゃった瞬間が何回もあったから、正しいのか分かんない。ちゃんが言っとったことで引っかかったところとかわからんかったところは、ちゃんとそこでどういうこととか、こっちの方が良くないって言ってちゃんと修正してっとるから、そのたまちゃんが間違ったまま何やろ突っ走ってしまっとるとかは全くなくて大丈夫。ありがとうございます。せっかく4人で一緒になったから今日いっぱい練習してチームワークなんかいい仲良くして見せたいな。あげられる太陽を超えた火星のような存在になりたいです。私がなりたいのは人を応援したり人を笑顔にすることができる人になりたい。なんかそのまんまを、それを具現化したグループなんですよ。もう全員が全員なんかがむしゃらで
優しくて、そういう人たちが集まったからこそ溢れ出るハッピーオーラとかがあったり、もう全部が大好きです。あのグループでやっていくには絶対にもしかしたらぶつかることもあるし、まあ辛いこと嬉しいこともあると思うんですけど、常に絶対にポジティブでみんなを励ましてあげられるような存在になりたいです。プレッシャーに勝つ、君は絶対諦めるな、何があったって足を止めちゃそこで終わる、もう走り出せない、夢が叶う叶わないかはずっと先のことだ、今は何も考えずに無我夢中、忘れちゃすんだ青春。いろんなものを犠牲にしてでも私はこの日向坂46にかけたいなっていう覚悟が決まりました。6番石塚珠樹さん。日向坂46に背中を押してもらえたように、私もたくさんの人をありきたりですけど笑顔にしたいです、幸せにしたいです。やっぱり、太陽のような存在になりたいなと思って、だから自分は常に笑ってたいです。東京都出身18歳石塚珠樹です。